で全てをし、何か聞こえなかった。ついにやったぞ。ガスリックの墓を見つけたんだ。さて、どこかに入れる場所があるはずだ。周囲を調べよう。まだここです。どうぞ行ってください。やったわ。中に入りましょう。出発、行くぞ。これで全ておしまいだ。私がつい
どうぞ行ってください。あれを見て。海だって罠だぞ。ガスリックが待っている。何を言っているの？さっさと宝物を手に入れて行きましょう。誰かいるのか？今のは何？お遊びはおしまいよ。礼を言わねばな。やはりこの娘一人にガスリックを始末してもらうのは無理だったが、もう一つ君に頼みたいことがある。ガスリックの力を完全に吸収するには血の生贄が必要なんだ。君の血でこと足りるはずだ。お互い労力を省くためにも無駄な抵抗はしないでもらいたい。元に来る意味がなかった。何をしているの？父は一度もビームを信用しなかった。
過保護な親心のせいだとずっと思っていたわ。わからない。ビームジャは本当に小さい時から世話をしてくれた。少し休んだらハイロックに戻るつもりよ。構わず行って、しばらく一人でいる方がいいみたい。父は一度もビームを信用しなかった。過保護な親心のせいだとずっと思っていたの。宝物なんていらない。父は土地を持っていて、一族は裕福なの。求めているのは冒険だけ。こんなものじゃない。構わず行って、しばらく一人でいる方がいいみたい。
何か欲しいのか？ほら、これを見ろ。市長の部下がここに来て手配書を置いていった。食欲を満たすものなんかどうだ？何か必要ならすぐに言え。私も聞いてくれない。ちょっと見て。快適な旅になります。こう聞かされると少なからず神経過敏になってくるな。月、お守りください。あいつらと出くわしませんように。武器も道具、たとえそうだとしても誰がどれくらい速く走れるのかはっきりすると思うよ。ドラゴンより速い必要はなく、友人より速ければいいって言うでしょ。下は冷たいが、お前がいるとカジートは温かく感じるよ。あらゆる商品を取り付け、増えてお待ちしています。シュガーを求めているのよ。もうだいぶ前に味わったきりなの。物資が限られていること分かってるはずだ。前みたいにね、ホリック。神に見放された土地をめぐって戦うのよ。昔を思い出すな、トフシー。
何か命令はないか。衛兵に警戒を怠らせないで、何か起きても住民に被害を出すわけにはいかないの。ああ、特使、誰もここを突破できない。ショールの骨にかけてそう願うわ。成し遂げられる人物ってわけね。気に入ったわ。見事よ、随分役立ってくれたわね。ほら、報酬よ。新しい重視の枠が空いてるの。名誉として与えられる肩書きだけど、あなたみたいな人なら有効に活用できる特典があるわよ。でもこの肩書きを与えられるのはここの誰もが知っているものだけなの。町の人々を助けてくれたら重視にしてあげるわ。幸運を。市長の権限に基づきペイルの重視の名を授けるわ。おめでとう。あなたの地位を示す記章となるこの武器を授けるわ。それに新しい肩書きを衛兵に知らせておく。これでただの庶民だと思われることもないでしょうね。いいえ、完全に無防備よ。弓も矢も不足してるの。それにどの建物も藁と木材でできてるわ。火災があった時のために港で水の入った手桶を用意するよう衛兵に指示を出したけど、それくらいしかできることはないわ。帝国は手を広げすぎたのよ。スカイリムで起こった反乱は問題だけど、これを解決したところで問題は何も片付かないわ。かつて修羅場をくぐり抜けた者がこんなこと言っちゃダメよね。大丈夫、帝国との問題はあっても私は根っからの軍人。ドーンスターの平和と秩序を守るのよ。だろう。今は面倒を起こさないで。ストームクロークが動いたらそれが本当かどうか確かめよう。戦いの兆しがあっても私は部屋でくつろぎながら終わるのを待っていますよ。心配はいりません。お前が味方でよかったよ。信頼できる人間が身近に必要だからな。ドーンスターの人々に魔法の力を貸すために来ました。それをそう呼ぶのなら、市長が世界中にどんな要求を通そうと私は一歩も戦場に足を踏み入れるつもりはありません。私は大戦で戦い、多くの若者の命を奪った。もうたくさんです。30年ほど前にアルドメリ自治領が帝国に侵攻しました。奇襲攻撃に皆が不意打ちを食らいました。結局彼らは帝都を略奪しました。そこで私は火炎球や雷撃を使ってエルフの若者たちをこっぱみじんにしたんです。ああ、赤と朱よ、あの流血、魔法で焼かれ引き裂かれた肉の匂い、もう誰にもあんなことはしたくありません。うん、魔術師とお見受けしました。こちらはいかがでしょう。ドーンスターの日常に戻りましょう。ウルフリックの部下を殺すのが待ち遠しい。何の用だ。もう面倒はたくさんだぞ。マデナ、よかったら手を貸してもらえないかしら。あなたの魔法が必要な戦闘魔法の話なら結構です。今まで使えた市長全員に言いました。私はもう。実は負傷した人々が確実に手当を受けられるようにしてもらいたいの。あなたなら異論はないと思うけど。いえ、滅相もない。喜んでお手伝いしますとも。
ありがとう、マデナ。手伝ってくれて助かるわ。